どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、家族で方針が違います、どうしたらいいですか？はい、ありがとうございます。家族で方針が違う、これね、ちょいちょいあると思います。で、方針がずれるっていうことは悪いことじゃなくって、まあ、もちろんね、私たちの常識って、まあ、外から見たら非常識じゃないけども、家々によってルールがあるのと一緒で、やっぱりワンちゃんたちに対しての育てる方針っていうのもね、随分違いってあるんじゃないかなと思っております。さて、そんな中で、どんな、ね、育て方をしたいですかって言った時に、どうしてもね、家族の中で、例えばね、私はね、いいダメっていうのをきっちり教えていきたいんですとか、私は褒めて教えていきたいんですとか、私はね、おやつを使いたくないんですとかね、いろんなね、やり方ってあったりするんじゃないかなと思うんですけども、一番ね、大事なことって何かっていうと、家族の中でね、やっぱり意見って揃えていくのが一番いいんじゃないかなと思っております。で、そんな時に一番大事になってくるのは、まずね、世の中でどんなトレーニング、もしくはどんなワンちゃんとの接し方がいいのかなっていうのを調べていただくっていうのは大事なんじゃないかなと思いますので、もちろんね、世の中に賛否あるっていうことは、それに対してね、やっぱりいい悪いっていうのはあったりすると思うんですよね。で、いろんな情報があったりするんですけども、それは自分たちで拾って、で、考えていくっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思っております。で、これね、私の中でもすごい大事だなと思うのが、もしですね、なんか厳しく教えたいんだなっていう方いらっしゃいますよね。なんかね、ワンちゃんに対して厳しさって必要なんじゃないって思ってる方ね。で、その場合はどうしたらいいのかなってなってくると、まあ一番は本当に、じゃあ、ワンちゃんに対して、褒めたりとかね、叱んないで教えてきますよみたいなトレーナーさんの話を聞いてみてもいいと思うんですよね。本当に、いざそれをやるかやらないかじゃなくって、まずは自分たちの中でちゃんと話を聞いてみて、でどうなんだろうかっていうことで、私たちどうしても頭の中って興味があることは調べるけど、興味のないことは調べないっていう風になってますね。 でも本当はどうなのって言ったら、やっぱり知った上で選択するっていうことが大事だから、自分たちの中で方向性が違った時には、どっちの方向性に対してもよく調べるっていうことが非常に大事 でその中で、あとは私たちの中で、例えば旦那さんがすごく厳しいしつけをしようとするんだけど、私は厳しくしつけたくないのよねっていう時には、私が旦那さんを説得してはダメってことですね。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、それはトレーナーさんにしてもらった方がいいんじゃないかなと思うので、自分がこのトレーナーさんに教えてほしいって思う方に、何かね、一緒に教わるっていう機会を作るのが一番いいんじゃないかなと思っていて、現地に行けるなら現地に行って一緒に受けていただくのが一番いいと思いますし、まあ、それが難しかったらオンラインっていう方法もあると思います。で、必ず、その時には自分と反対の考え方を持つ方も一緒に参加していただくっていうことが非常に大事 でどの道ね、何かやっていく時には100% は難しいから、お互いに落としどころっていうのは見つけていかないといけないよねっていうところもあるし、どんな方法を取るにしてもちゃんとメリットデメリットは私たちの上で理解してやっていった方がいいと思うんですよね。じゃないと、なっちゃった後にこうじゃなきゃよかった、ああじゃなきゃよかったって後悔して相手のせいにしてってやるのは非常に時間の無駄、なんだったら家族同士で亀裂が入り、ワンちゃんたちもそんな中でいるのっていうのは、みんなにとって生きづらい家庭になっていくよねということで、一番大事なことは方針を決めて、方向性を決めて、こうしてこうねって決めたら、それに向けてね、みんなで頑張って一緒にやっていくっていうのと、それに対して前向きに協力してくれるトレーナーさんを探すということがね、非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんと一緒に、しつけトレーニング楽しみながらですね、一緒に暮らしていきたいっていう中で、方向性が変わってしまった時には、自分たちが、あ、本当はこういう風にしたいんだよねっていう理想のトレーナーさんから話してもらうっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、家族の中で方向性が違う、悪いことじゃないんですよ。でもちろんね、私もそうなんだけど、そのどちらかっていうと人よりも年代によって考え方が違うっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。でもそれはね、それが別に悪いわけじゃなくって、どんな形であっても生き物に本気で向き合おうという気持ちは嘘じゃないと私は思っていて、そこをうまくね、つなぎ止めて、いい形にしていくっていうのがね、我々プロの腕の見せ所なんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、何か困った時にはまずね、一方的に説得しようとか、ああだこうだっていうことじゃなくって、まずもう初期の早い段階で、トレーナーさんのところに行っていただいて、それも誰でもいいよっていうことじゃなくって、私はこの人のやり方のこれがいいと思うんだっていうものを、受けていくようにしていきながら、またね、相手の方ももしかしたらね、こういうトレーナーさんのところで教わりたいっていうなら、私たちもそっちに行って話を聞くけど、代わりにこっちのトレーナーさんの話も聞いてねみたいなところでやっていけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、飼い主さんとワンちゃんの中でベストなね、育犬の仕方ですね、一緒に考えて、家族のためにですね、話し合って合わせて前に進んでみてはいかがでしょうか。